美味しそう。え、これ盛り合わせと思わない人が食べていいやつだよね。あ、もちろんもちろん。これを奪われるの、思ってちょっとドキドキして。めっちゃ来ちゃったけどって思いましたよね。うなぎさんってこう3人間ってやったら、ちょっと目の前で言うのあるかもしれないですけど、どんな方ですか？全力で生きている人。全力で今を生きている人。革命家だと思ってます。プロレス界の。かっこいい。どういうとこが？もうやることもそうだし、考えもそうだし、なんか長いプロレス史の1を2にするとかじゃなくて、こんだけ長い歴史があるのに0から1を作るみたいなところが革命家やなって。本当に実現してるし、後楽園も全部埋めたりとか、すごく心を動かすプロレスをする方だなってすごく思いました。全ての瞬間をなんか、なんだろう、全ての瞬間に対して後悔しないように、今うなぎさんの周りにあるもの全てをなんか自分のエネルギーでなんか生のパワーをめっちゃ感じます。生きる、今生きてるこのパワーをめっちゃ、今ある全てを全部持って生きてやるみたいな。プロレスだけで言ったら、まあ、私より強い人もいっぱい試合やってる人もめちゃくちゃいるけど、でもなんかそこに臆したら終わりだなというか、今だったらもうすぐネットフリックスで極悪情報始まりますけど、なんか今ある意味を考えると、なんか例えばこれがあって、多分プロレスがフォーカスされる中で、誰が一番これをものにできるかっていうのとかも絶対に大事だと思って。てるし、まあ、なんかその本当にプライドとかある人はそんなのなくても自分のプロレス力でって、できる人は多分できるんでしょうけど、そんなもん関係ないですよね。全部自分のものにしたら勝ちだと思うし、やっぱ昔と今は違うけど、その昔と今も、なんだろう、昔のプロレスと今のプロレスって全然違うって言われてるんですけど、でも逆に昔は昔でいいところたくさんあったと思うけど、逆に今は今しかできないことが絶対あるし、じゃあキャリア20年あるから偉いのかってなった時に、私はそうじゃないと思うんですよ。やっぱり人の心に留まる、ときめかせることをした人が勝ちだと思うので、なんかまあ強さとかキャリアとかベルトとか本当にたくさんある中で、やっぱ一番目立って一番やりたいことやったやつが勝ちだと思うので、それはでも私の概念でしかないから、多分まあそうじゃない人もいると思うんですけど、まあでもやらないとね、自分がやってる意味ないですからね。だって本当に明日怪我するかもわからない状況の中でうちらはプロレスやってるのに、誰も人のためにやってないのに、人がこう言ってるからみたいなとかで変えるのも絶対おかしいので、自分にできる最大限ぶつけるしかない、今できる、まあ、でも失敗することもあるかもしれないんですけど、でもなんかまっすぐにやってたら本当にすごいたくさんの人が助けてくれるんで、ただやるだけですよ。いただきます。いや、めっちゃ良かったですね、あれ。違うよね、全然。全然違います。やっぱさ、花道歩きたいじゃん、うちら。歩きたいです、歩きたいです。ないじゃん。確かに。でも絶対こうじゃないと嫌なの、今まっすぐ興行はこうなんの嫌じゃない、一回降りるの。あ、でもちょっとわかります。お金かかるのよ、花道ですわ。潰すから、客席を。確かに。客席潰して、あの機体を作ってるからいいです。今回は矢倉組みたいから、舞台美術にお願いしてるんだけど、だから1回目の時も今1月7日だったので、でギリギリ正月なの。1月7日って門松は1月8日に片付けるやつなんだけど、ギリギリだったので、結構4日とかまでそ
イベントとかで使ってる門松を持ってきてくれたの。すごっ。すごっ。自分の多分いいところって私プロレス畑だけじゃないんで、やっぱりなんか舞台とか映像とかもやってきた中で、なんか自分が舞台見に行くのすごい好きで、まあ、舞台だったりライブだったり行って、一番最初にお客さんが、あ、今日興行だ、楽しみ、このカード楽しみだなって入ってきた時に、うわっ、え、何これ、何が始まんのみたいな、なんか一発目の初見のワクワク感ってあるじゃないですか。でやっぱり自分も今までその舞台を見に行ってきた時に、うわこのセットどう使うんだろうみたいなのとかにやっぱワクワクしてきたから、やっぱそこでも絶対ワクワクさせたいし、後楽園の人に言われたのが、なんかこう使った人は初めてですって言われて、で一番最初に私が 1.7 の時のセット組んで、まあ、金幕でなんか肌色の幕みたいななんですよ、後楽園にお願いすると。なんかこれがすごい嫌で、なんか見せてはいけない裏側を見せてるみたいな気持ちになるんですよ私は。だからもう目に見えるところは全部やっぱエンターテインメントっていうか見せるものにしたかったので、なんか作ってこれが後楽園の使い方だみたいなのをつぶやいた時に、後楽園の人たちはこれは後楽園の挑戦状だみたいな受け取ったらしくて、でもなんかそういうのとかもめっちゃ嬉しかったです。リングを組んで多分花道作ったりとか映像を入れたりとかすると多分かなり削られるところはあると思うんですけど、まあプロレス界でいうと、まあ、4000人がパンパンみたいな感じになるラインなので、まあにしてもね、やっぱ後楽園の3個分ぐらいなので、で未知の世界すぎて分かんないですよね。もうバグってるからできますよ、訳分かってないからできます現実見えたら踏み出せないですもん。現実見えたらもう、いやだからめっちゃ怖かったもん本当に、あの最後発表するとき後楽園までは正直まあ、できるだろうなっていう段階ではあったんですけど、ちょっと両国国技館は本当に世界観が違いすぎて、本当にとんでもない、とんでもないので、ちょっとマジどうしようかなっていや本当にだよ、両親を七に入れるぐらいの勢いまで来てるマジで一番はやっぱり東京ドーム自主興行っていうのを言っちゃったんで、やっぱ 言っちゃうことは簡単なんですけど、やっぱこれを実現しないといけないと思ってるし、まあやっぱそれに近づくための両国なので常に明日はない状態なんですけど、だからこそやるしかないし、でも絶対に進んでいかないといけないので、まあ、止まっててもしょうがないんで、もう大ギャンブラーですよね。マイゲーム全ベットみたいな感じで、でもなんかだからこそなんだろう、すごい周りの人たちの目が変わったというか、付き合い方とかがやっぱ変わったっていうのがなんか一番大きくて、去年だったらね、多分信じてもくれなかった人たちが一番横にいて助けてくれてるっていうか、でやっぱそれもすごい感じるし、やっぱ夢じゃないですかプロレスラーも。で私も東京ドームでやってるレスラーがいる中で、やっぱそこをやることって夢だしやりたいなと思って、でもなんか結局すごい選ばれないといけないんでできないんだろうなって思ってた自分もいたんですけど、まあこれを叶えることができたらめちゃくちゃ夢あるじゃないですか。だから、まあ、夢を見せ続けられるかつ叶えていける姿を見せたいなっていう感じです。私38なんですけど、
キャリア5年でめちゃくちゃ短いんですよ。だけどやっぱり年齢も性別もキャリアも関係ないっていう、この世界観をスーパー度外視したりっていうわけです。それが最高に楽しいです今。